特定建築物は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき特定用途に利用される部分の面積が3000平方メートル以上の建築物と定義されている。維持管理権限者は衛生的、快適に使用できるよう建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い建築物環境衛生管理技術者を選任し監督させ その基準に適合させるための意見を尊重する義務がある。また、特定建築物でない建築物においても、多数のものが使用、利用するものについては同様の管理を行うよう、努めなければならないとされている。日本国内の特定建築物の数は、事務所17,660棟、店舗7,284棟、百貨店2,135棟、 工業場1,215棟、学校3,140棟、旅館5,966棟、その他3,638棟の計41,038棟を数える。特定建築物の例特定建築物の範囲は特定用途に利用される部分の面積が3,000平方メートル以上の建築物と定義されている。特定用途に利用される部分の面積とは 特定用途の部分、特定用途に付随する部分、特定用途に付属する部分を合計したものである。建築確認申請がなされた特定建築物の構造、設備等について、建築主事などから管轄の保健所長などを通じて、都道府県知事へ通知され意見が述べられる場合がある。または、条例により建築主に事前協議が義務付けられる場合がある。 特定建築物の維持管理権限者は、使用開始の日から1ヶ月以内に、地方公共団体の保健所などの衛生担当部局を経由して、建築物が所在する都道府県の知事などに特定建築物届を届け出る必要がある。また、届け出事項に変更が生じたとき、もしくは特定建築物に該当しなくなったときには、その時から1ヶ月以内に、 届け出が必要である。届け出事項特定建築物の名称、所在地特定建築物の用途、構造、設備の概要特定建築物の特定用途及び、特定用途以外の面積特定建築物の所有者等の氏名、住所、法人の場合はその名称、事務所の所在地、代表者の氏名建築物、環境衛生管理技術者の氏名、住所、免許番号、 兼任している場合はその名称と、所在場所特定建築物が使用されるに至った、年月日、添付書類としては次のものが必要である。特定建築物の構造設備の、概要書案内図配置図空気調和設備の系統図、及びダクト配管図給排水設備の系統図主要、機器一覧表建築物環境衛生管理技術者の、免状の写し特定建築物の維持管理権限者は、 建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させ、建築物環境衛生管理基準に適合させるためのその意見を尊重しなければならない。選任にあたっては、直接雇用、他事業者への建築物総合管理の委託などによって、法的関係が成立していればよいとされる。原則として、 他の特定建築物と兼任できないが、以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物、環境衛生管理技術者として、職務遂行に支障がない場合には、兼任が認められることもある。学校教育法第1条に規定する、学校以外の特定建築物の場合、統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。 学校教育法第1条に規定する学校の場合、同一敷地内または近接する敷地内にある建築物で統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権限者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保にかかる設備がある維持の形式であり、 管理方法の統一化が可能なものを言うものであること。また、利害が相反するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録営業所に置かれる、建築物環境衛生総合管理業等の監督者等と兼務できない。特定建築物の維持管理権限者は、次の帳簿類を備え付けておかなければならない。 建築物環境衛生管理基準に関する、帳簿書類建築物の構造、設備の配置、系統を明らかにした図面その他、環境衛生管理に必要な帳簿類に関しては、特定建築物が存在している期間、1、3に関しては5年間の保存義務がある。建築物の構造、設備の配置、系統を明らかにした、図面都道府県知事、保健所設置士の市長は、 法律の施行に監視必要があると認めるときには、特定建築物の管理権限者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備、帳簿書類、その他の物件、維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができる。また、もっぱら事務所の用途に供するものは、都道府県労働局長の要請があった場合に、 報告を求めたり、立ち入り検査を行うことができる。環境衛生監視員は身分証明書を携帯し、請求があった場合提示することとなっている。これらの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこととなっている。都道府県知事、保健所設置士の市長は、建築物環境衛生管理基準に従って、維持管理が行われず、 人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど、環境衛生上、著しく、不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権限者に対し、維持管理の方法の改善、その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部、あるいは関係設備の使用の制限、停止をすることができる。なお、不服がある場合は、 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。歴年の建築物衛生法特定建築物、ありがとうございます。